トレーブールは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、グロースイコールゲイラウ軍に属す、マチソンである。トレーブールは、ラインマイン地方に位置し、ヘッシシェスリートに属す。マインツ、ビースバーデン、フランクフルトアムマイン、ダルムシュタットへはいずれも20から30キロメートルの距離にある。トレーブールは、北は、ギンスハイムグスタフスブルク及びリュッセルスハイムアムマイン、東は、 ナウハイム及びグロースイコールゲーラウ、南は、リートシュタット、西は、オッペンハイム、ニールシュタイン、ネッケンハイム、オーデンハイムと境を接している。トレーブールは、アストハイム、ガインスハイム、ヘッセナウェ、トレーブールの4つの地区と、コルンザント地域からなり、3500個、約13000人が住む。トレーブールの村は、ルートビヒケーケ王の二十九年の文書に、 初めて記録されている。その後、トレイブールは資料に以下の表記で記録されている。トレイバーン及びトライバーリーフィスカス、トライベリース、トライベリアム、ドレビューア、トリーバユレトラボートリバートレバーン、トレバー、トレバー。バー9世紀以降、トレイブールには王の館があった。これは広大な国庫管理区域を含む王領を起源とするもので、 現在のアストハイム地区もこれに含まれていた。829年から1077年までの間に王の滞在が57回、帝国会議が1回あったことが確認されているが、これは帝国史にとって重要な意味を持つものであった。ハインリヒ四世は特にトレーブールと関わりの深い王であった。彼は千五十三年にトレーブールで王に選ばれ、千六十六年に ここで結婚した。教皇が仲裁に立っていた対立する諸公を1076年にトレーブールでの諸公会議に参加するよう強制した。このことが後にカノッサの屈辱につながった。その後、トレーブールは王領としての重要性を失った。これ以後この王宮を訪れた王は対立王、ルドルフ・フォン・ラインフェルト以外に誰もいない。 トレーブールは1248年に宮殿とともにカッツェネルンボーゲン博に借金の担保に出された。この借金は返済されず、博は1422年にその貢献を獲得した。1479年にトレーブールを含むカッツェネルンボーゲン博の遺産は、ヘッセンハクのものとなった。1527年、ハーナウリ・ヒテンベルク博フィリップ3世はトレーブールにおける 諸権利を、プファルツ選定校、ルートビヒ五世の持つアルトハイム村の半分と交換した。この村は、ハーナウ博領のアムト・バーベンハウゼンに属していた。1599年に、マインツのアルバン修道院は、その所領を、ヘッセンダルムシュタットハクルートビヒ五世に売却したが、ホウハクはこれを1601年にトレーブール村に転売している。 1711年時点でのトレーブールの土地領主は、ドイツ騎士団、エーバーバッハ修道院及び、マインズのいくつかの教会であった。1781年に、イクララ会女子修道院が廃止されたことに伴い、その所領が、ヘッセンカッセル砲白領となった。エーバーバッハ修道院は、1802年まで土地領主であり続けた。ヘッセンの統治上、 トレーブールはストハイム及びガインスハイムと共にアムトドルンベルクの一部であった。行政上、トレーブールは1820年までアムトドルンベルクに属した。このアムトは1816年からはヘッセン大公国のプロビンツシュタルケンブルクに属した。1821年に大公国にラントラーツ別力制が導入され、トレーブールは ラントラーツ別力ドルンベルクの一部となった。1832年に、さらに組織変更がなされ、クライスが設けられた。これにより、トレーブールは、グロースイコールゲーラー軍に組み込まれた。大公国のプロビンツ、軍、ラントラーツ別力は1848年7月31日に、廃止され、レギールングス別力に改組されたが、1852年5月12日に、 元に戻された。この1848年から1852年までの間、トレーブールは、レギー・ルングス・ベチリク・ダルムシュタットに属した。その後、今日に至るまでの行政改革のいずれにおいても、この町の所属は変わっていない。17世紀から18世紀にかけて、トレーブールは30年戦争やペストの流行に加え、繰り返されるライン側の反乱にも苦しめられた。 医療あるいは大井の継承戦争や、それに続くナポレオン戦争によっても住民は幾度も抑圧された。19世紀になっても社会的、経済的に苦難の時代が続き、1840年から1890年にかけて転出、移住の波が起きた。19世紀末になってやっとラインマイン地方の経済発展と新たな職場の創出がこの村に、 豊かさをもたらした。しかし20世紀に入ると、両世界大戦と国家社会主義がこうした上向きの兆しを再び無にした。戦争と圧政の不条理が第二次世界大戦末期のコルンザント事件に現れている。これは1945年3月21日に政治上望ましくない住民6名がコルンザントで暴行され処刑された事件である。 この事件は、パットン将軍がライン川右岸の共闘法を攻略する2日前に起こった事件であった。1945年から復興と何百人もの難民や被追放射の受け入れが始まった。この村はそれまでの田園的なキャラクターから近代的な労働者の住宅の町へと発展した。ラインマイン地方の変園部にあたるこの場所は、 特に近くに位置するオーペルの工場により、こうした発展形態に公的であった。ヘッセン州の地域再編に伴い、トレーブールは1977年1月1日に法に従って、それまで独立した町村であったアストハイム、ガインスハイム及びヘッセナウエと共に、新しい自治体トレーブールを形成した。人口推移は以下の通り、 トレーブールの町役場2019年1月27日から、ヨーヘン・エンゲルがトレーブールの町長を務めている。トレーブールの町議会は31議席からなる。セディは2011年の選挙で合併後初めて第一党となった。コリュンザントと対岸のオッペンハイムとを結ぶライン側のフェリートレーブールはフランクフルトアムマイン都市圏に属しており、 フランクフルト空港やデュッセルスハイムアムマインのオペルの工場にも近い。2006年2月にトレーブールは原子力発電所の建設候補地として検討が行われた。ギンスハイムからナウハイムに至る修道 L3040 号線が東西にデュッセルスハイムからガインスハイムへ向かう修道 L3012 号線が南北にトレーブール町内を走っている。校舎はガインスハイムで 修道 L3094 号線に接続する。L3094 号線は、グロースゲラウを起点とし、コルンザントのライン側フェリーを終点としている。日中運行している。このライン側のフェリーは、左岸側はラインヘッセン地方、オッペンハイム近郊で、連邦道 B9 号線及び B420 号線に接続している。トレーブールには、病院がない。 最寄りの病院は、隣町のグロースイコールゲーラウにある、軍立病院である。ラウレンティウス協会、コルンザントとガンスハイムとを結ぶ道路を近くに、南西ドイツ放送の超短波送信所がある。高さ130メートルの三角形の断面を持つ、スチール製のマストが、アンテナ塔として立っている。この送信塔は、もともとは1964年にメスキル披露の、 ボーデン湖送信所の四本マストのビームアンテナ用に建設されたものである。1970年代に解体され、1981年にトレーブールに移設された。トレーブールの主な年中行事を以下に記す。社肉臭い夏秋冬、トレーブールの天文台は2002年に小惑星を発見した。万二千四百八の番号が与えられた。この小惑星には、 トレーブールという名前が付けられた。ありがとうございます。